政治は辻内智隆による日本の小説。単行本は2002年2月19日に筑麻書房から刊行され、2008年8月7日に公文社文庫より文庫化された。また、2012年には政治陸の魚として映画化された。表題作、政治と隆二の中編小説2編からなる作品。2作ともに社会にうまく順応できない男の反省が、 その友人の視点から描かれている。単行本として刊行される前の1999年には、第15回、太宰治務最終候補作となった作品で、2004年に日本出版販売が中心となって取り組まれたベストセラー発掘プロジェクトに選ばれ書店での積極的な店頭展開が行われたことから、初版7000部だったところ、累計10万部を突破した。 ベストセラーとなった。政治陸の魚の題名で2012年2月18日に公開された。主に俳優として活動している伊勢谷雄介の監督作品第2作。伊勢谷にとっては監督デビュー作、各都以来の監督作品となる。2010年9月から同年10月中旬まで撮影が行われ、全国公開前の2011年10月27日には、 第24回東京国際映画祭にて特別招待作品として上映された PG-12 指定作品主演は西島秀俊2012年3月29日に韓国で公開されたほか5月2日から6日の日本コネクション6月の第14回台北映画祭で上映される予定である 政治陸の魚マイナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。